さて、以上を踏まえまして、この長さ k ワードの多倍長の整数 a と b の、加算をですね、これからアルゴリズムの形で表したいと思います。先ほど数式で表したその a と b の加算はこのようなものを言っていました。まあ、a と b、それぞれこのような多倍長数であったのに対して、この c として、この k ワードの多倍長数を、l ということにします。で、まず、その入力、アルゴリズムの名前入力、出力から書いていきますと、まずその見出しはアルゴリズムと書いて、で、アルゴリズムの名前は多倍長整数の加算。で、一応、引数、入力として A と B というのを書いておきます。で、入力としましては、多倍長数 A、このような形で表せている。それから、B もこのような形で表せるものです。で、出力としましては、この C という K ワードの多倍長数で、この C は、まあ、A と B の和であるような数ということにします。で、先ほど振り返るのはですね、この筆算の図だったんですけれども、この筆算の図に対応することをアルゴリズムに書いていけばいいんですが、まず最初にガンマ0に0を代入しまして、それから今度は i が0から k-1 まで i を1ずつ増加させながら、次の計算を実行しなさいと。どういう計算かっていうと、このワード AI とワード BI の和を取って、それにガンマ I を加えた和ですね。で、これ1ワードの加算なんですが、これを CI というワードと、それからガンマの I プラス1という繰り上がりを表す状態レジスタに代入しなさいというのを計算を繰り返します。で、これが i が0から k-1 まで繰り返しましたら、最後にはこの c の0から c の k-1 を並べた多倍長数を介してアルゴリズムを終了しなさいと。そういう命令になっています。で、一応ですので、このような先ほどの図と照らし合わせますとですね、下の方から順番に、各ワードの数を加えて、それに繰り上がりを加えていくということをやっています。で、一つ注意点を述べますと、このアルゴリズムの最初で、このガンマ0に0という値を代入しているんですが、これはどういうことかというと、実は最下位の桁には繰り上がりっていうのは、その下の桁からの繰り上がりというのはないわけですね。そうすると、本来はこのガンマ0というのは存在しないんですけれども、一応そのアルゴリズムの、動作をですね、一貫してこの1行で書こうとしますと、そのガンマ0っていうのはどうしても必要になってきますので、一応ここでガンマ0には繰り上がりはないという意味で、0というのを代入して用意しておくということに注意してください。はい。ということで、今回の授業のまとめです。今回は、まず符号なし多倍長数を表現、どう表現するかについて説明しました。それから、その、多倍長数の演算に使うですね、CPU の機構として、レジスタですね、汎用レジスタ、状態レジスタについて紹介をしました。それから、アルゴリズムを記述する際に必要なアルゴリズムの記述、定義ですとか、それは疑似コード、それから制御コードについて学びました。最後に以上を踏まえまして、符号なしの多倍長整数の加算のアルゴリズムについて説明を行いました。で、次回ですけれども、次のようなことを行う予定です。次回、まず計算量の概念について学びまして、今回行いました多倍長整数の加算の計算量を見ていきます。それから、一変数多項式の表現について説明しました上で、一変数多項式の加算のアルゴリズムとその計算量について学びたいと思います。テキストの範囲では、今回の多倍長数のもうちょっと先に出てくると思いますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。